ブロッコリーは、アブラナカアブラナ属の緑黄色野菜。花を食用とするキャベツの一種が、イタリアで、品種改良され現在の姿になったとされる。和名は、メハナ野菜、緑ハナ野菜。カリフラワーとブロッコリーは、キャベツ変種で、生育初期の見分けは難しい。単位は、株である。語源は、茎という、意味のイタリア語であるブラッコを経て、突起。 デッパの意である、ラテン語のブロキスから来ている。地中海沿岸の原産。食用とするのは、つぼみの状態の果樹と茎であり、収穫せずに栽培を続けると巨大になった果樹に、多数の黄色やクリーム色の花をつける。日本では6月から9月に種をまき、苗を育成する。育成した苗を補助に植えて収穫まで育てる。重摂氏20度が生育に適しており、 摂氏5度を下回るような低温環境や摂氏25度を上回るような高温環境では生育が抑制される。品種としてはピクセル、エンデバー、グリーンベール、シャスター、パラグリーン、マーシャル、チャレンジャー、カイ雷イ、ライメ緑縁、緑ミ,ミ,ミカド、緑ド緑ミ,ミネなどがある。日本のカリフラワーとブロッコリーの収穫量の 水世界のカリフラワーとブロッコリーの収穫量の水世界のカリフラワーとブロッコリーの生産地域日本での主産地は北海道、愛知県、埼玉県であり市町村別では愛知県の田原市が全国で最も生産量が高い常温でも外見が変化しないカリフラワーに対しブロッコリーは収穫後直ちに低温保存しないと変色が進んでしまうことから 保存技術が未熟だった。かつてはブロッコリーの流通量はカリフラワーに大きく水をあけられていた。しかし低温流通技術の開発や過程における冷蔵庫の普及により1980年代頃からブロッコリーの生産、流通が急速に拡大。現在、東京都中央卸売市場における取扱量ではブロッコリーが約13万トン、カリフラワーは 約2万トンと、かつての状況とは、完全に逆転している。日本における、出荷量上位10都道府県世界のカリフラワーと、ブロッコリーの収穫量上位10過国日本は14位で15万4000トンを、生産する。緑色の辛い特器を食用とする。ビタミン B、ビタミン C、カロテニや鉄分を豊富に含む。日本では茹でて、 マヨネーズなどの調味料をつけて食べることが多いが、欧米ではサラダなどで生食されることも少なくない。スープやシチューの具、炒め物、天ぷら、ぬか漬けにすることもある。茎の部分の外皮は繊維質で硬く食感が悪いことがあり、その場合はむいてから調理すると良い。保存温度は低い方が良く、野菜室程度の温度では、辛いが育ち花が咲くこともある。 そうなると味と食感が落ちるが、食用は可能である。辛いと茎を5ミリメートル台に細断したブロッコリーライスが生産、販売されている。また、発芽した手の使用と配軸を貝割れ大根同様スプラウトとして食用にすることがあり、そうしたものはブロッコリースプラウトと呼ばれる。実験動物を対象とした試験において、いくつかの薬効作用と、 薬物相互作用が報告されている。ブロッコリーはアメリカ合衆国において健康の象徴として親しまれる一方、子供の頃に無理やり食べさせられた記憶を思い出させる野菜として語られる。後者に関しては元大統領ジョージ・ H.W. ブッシュが知られており、しばしばブロッコリー嫌いを公言したため農家からブロッコリーを大量に送りつけられる抗議活動を受けている。また、 ブロッコリーは嫌いな人は多いというイメージを逆手に取り引用される例もある。例えば2010年に国民のみな保険制度を進める法律が成立し、各地で強制的な保険料徴収に関して違憲性を問う裁判が行われたが、週に何回ブロッコリーを食べるかを国が決めるのか。保険の強制加入はブロッコリーの購買を強制するのと同じではないか というようにブロッコリーを引き合いに出する議論も行われた。ブロッコリーをリトアニアからアメリカへ持ち込み広めた人物であるパスクアーレデチッコの老いが007シリーズで知られる映画プロデューサーのカビーブロッコリーである。結婚式では神父によるブーケトスが行われることがあるが、新郎が幸せの象徴などの意味を持つブロッコリーを独身男性たちに向かってトスし、 無事にブロッコリーをキャッチできた人が次の花むこと、なるというブロッコリートスが行われることがある。つぼみの拡大ロマネスコ。ありがとうございます。